鉄道公安職員。鉄道公安職員は、日本国有鉄道が存在した時代に、日本国有鉄道施設内での公安維持を職象とするものとして置かれた職員。現在の鉄道警察隊の警察官の前身に当たる特別司法警察職員である。正式名称は、鉄道公安職員だが、鉄道公安官と俗称されることも多かった。 日本の鉄道の発達に伴い、その車上の治安維持の必要性が高まったことから、1922年より警察官が警戒のために乗り込む移動警察制度が開始された。しかし、翌1923年の直令第528号により、専務車掌が列車内で司法警察職員としての職務を行い得るとの直令が定められたこともあって、 1927年には、この制度は廃止された。その業務を引き継いで、鉄道上に、鉄道司法警察管理という職員が設置されたが、駅長などの駅員や、車掌の兼務職であり、警察業務専任の職員は存在していなかった。第二次世界大戦終結直後の戦後混乱期は、電力、石炭事情の悪化に伴う、列車運行数の激減。 極端な食料不足に伴う買い出し客の殺到、そして全般的な治安悪化の影響もあり、駅や列車内においても治安が極度に悪化し、犯罪が起こしていた。このことから、まず1946年3月から、試験的に警視庁による計上が行われ、東京横浜間の東海道選手用列車に、警部補以下8名の副警官を乗車させて、警戒に当たったところ、 極めて良好な成績を収めた。運輸省としても、1946年7月には、鉄道司法警察管理の職務を拡大して、治安維持を図ったものの、当時、これに該当する職員は1500名に満たず、また、経験不足の者も,も多かった。このことから警視庁が行った、試験計上の成果が着目され、内務省と運輸省の協議により、 まず1947年1月22日から東海道線、山陽線の第1.45.8の各列車について警察官による計場が開始された。警視庁の場合、本庁勤務の警部補または巡査部長を班長とする制服巡査2名のほか、刑事、経済係の刑事各1名により編成されていた。この成果は極めて良好であり、 1947年5月1日からは、これら区間の短距離列車、そして6月1日からは、全国主要線にも全面的に形状が開始された。これによって、列車内の秩序は全国的に著しく改善されたものの、運輸省としては、列車内の治安はやはり鉄道当局の責任であるとの意識が強かった。このことから、1947年4月、 鉄道当局自らの治安維持担当官として設置されたのが鉄道公安職員であった。その後1949年、昭和24年の日本国有鉄道発足に伴い、鉄道公安職員の職務に関する法律、昭和25年法律第241号により、鉄道公安制度が確立された。鉄道公安職員は、 鉄道管理局及び主要駅に置かれた鉄道公安室に所属し、統括部署として日本国有鉄道本社の中に公安本部が置かれていた。人数はおおよそ3000人規模であった。なお、本制度の発足に伴い、警察官による形状は1947年12月末をもって一旦打ち切られたものの、 制度発足期の混乱もあって、列車内の治安が再度悪化したことから、国家地方警察本部の指示により、1948年7月から再度計上が行われたこともあった。鉄道公安職員の職務に関する法律では、日本国有鉄道の施設内において、公安維持の職務を司る日本国有鉄道の役員または職員で法務大臣と、 運輸大臣が協議をして定めるところに従い、日本国有鉄道総裁の推薦に基づき、運輸大臣が指名したものは、これを鉄道公安職員と称し、日本国有鉄道の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設内における犯罪並びに、日本国有鉄道の運輸務に対する犯罪について捜査することができるとしていた。 当初は、司法警察職員としての権限は弱かったが、1950年、昭和25年に定められた、鉄道公安職員の職務に関する法律施行後は、司法警察職員としての権限も強化され、武器、拳銃、警棒の携帯、事件事故の捜査、令状の取得、被疑者の逮捕、証拠品の差し押さえが可能となった。しかし、 現行犯人または被疑者を逮捕した場合には、これを検察官または警察職員に認知しなければならないとされ、留置できなかった。従って、留置施設も存在しなかった。また、鉄道公安職員の捜査は、日本国有鉄道の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設以外の場所においては、行うことができないとされ、司法警察権の行使もあくまでも、 国鉄の鉄道用地内に限られた。つまり、日本では他に類を見ない自衛隊警務官同様の施設内警察だったのである。ただし特例で1978年から1983年まで実施された成田空港燃料輸送の際に、鹿島臨海鉄道構内においては、運輸大臣の許可のもと拳銃を携帯して警備に当たっていた。身分証標は、 道輪文章、蒸気機関車の道輪と霧の組み合わせに、鉄道公安職員手帳の文字、すべて金箔押入りの手帳であった。拳銃の携帯は、法律上は認められていたものの、連合軍の指導の下導入された機種が、コルト社製のオフィシャルポリスなど、日本人の手に余る大型のものであったことや、国鉄職員が拳銃を携帯することで旅客に、 威圧感を与える懸念があること、そもそも混雑するターミナル駅構内や列車内が活動の中心であり、発砲することで他の乗客に危険が及ぶ可能性もある子から、通常は拳銃は携帯せずに警報、または特殊警報のみを携帯していることが多かった。実際の拳銃の携帯は、国賓の警護、日本銀行券の輸送警備時、積み下ろし時の構内警備、 輸送中の専用荷物車、マ30への天井などの際に行われていた。前述の駅構内のパトロールや列車への形状は、第二子警備と呼ばれており、この際には、拳銃は携帯せず特殊警棒と手錠無線通信機だけを携帯することとなっていた。なお、拳銃の訓練は、委託を受けた警察学校で行われていたが、鉄道公安職員の中には、 国民体育大会の拳銃競技に出場し、警察官よりも高い得点を取って、金メダルを獲得したものも存在した。しかし、鉄道公安職員制度発足から廃止までの間に、実戦での発砲は一件も記録されていない。警棒についても、雑踏や車内での活動に支障がないよう、比較的早い時期から、伸縮式の特殊警棒が採用されていた。これは、 私服警官た当時の一部の警察官も使用していたものと同型で、現在の警察官が使用しているものより短いものであった。着想する位置も、現在の警察官、帯川の左腰後ろ側につるとは異なり、帯川の左腰前側につけた革製ホルダーに収めていた。また、鉄道公安職員で編成する集団的警備組織、警察の機動隊に、 相当として、鉄道公安機動隊が全国で5体、東京、大阪、札幌、新潟、文字編成、配備されていた。被疑者の逮捕時に負傷する職員も多く、報告されているが、鉄道公安職員として、職務中の殉職が認められたのは、1977年に、成田空港航空燃料輸送警備を、上空から行っていた日本のオリヘリコプター所の、 ヘリコプターがエンジントラブルにより墜落し、公安職員2名が死亡した例のみである。1987年、昭和62年4月1日の国鉄分割民営化に伴い、民間企業の JR 社員が司法警察権を持つことと、それに伴う拳銃所持が適当ではないとされ、鉄道公安職員は JR から離れて、各都道府県の警察指揮に組み込まれた。 大部分の公安職員は、鉄道公安制度の廃止に伴う、特別措置として実施された、警察官採用試験を受けて、それぞれの給食相当の階級を持つ、警察官になったが、鉄道マンでありたいとの考えから、採用試験を受けず、JR の社員として残った者も,も多かった。また、退職した者も,も多くいたが、その中には JR 以外の私鉄会社に移籍した者も、もいた。 鉄道公安職員出身の警察官は、鉄道警察対戦中としてではなく、他の警察官と同等の立場で採用されたため、その後の移動によって地域下での交番勤務や、航空隊のパイロット、刑事課など、を、各都道府県警察の他の部署にも配属されている。定年退職後に、交番相談員を務める者もいる。なお、鉄道公安本部長は、 警察官僚が出向して務めることが通例となっていた。逆に国鉄のキャリア組職員が警察に出向し警察本部長を務めた例もある。組織の任務や権限などから鉄道公安と警察の間では密接な協力が行われており国鉄分割民営改善から両者の関係は概ね良好であったと記録されている。 国鉄の教育研修機関である鉄道教習所後に鉄道学園と会社に公安課が設けられ新規採用された職員はここで3ヶ月間の教育を受けた。また中堅幹部職員の養成のために中央鉄道学園に高等部公安課の課程が設けられていた。司法警察職員等指定応急措置法により鉄道公安職員とは別に 日本国有鉄道の役員、駅長、駅の助役及び車掌区の長並びに、日本国有鉄道の職員で、旅客講習の助意人または、荷物事故防止の事務を担当する者のうちから、運輸大臣が定める、運輸省の職員が検事制と協議して、司法警察員を指定し、日本国有鉄道の駅または、車掌区の助役及び車掌、運転士、機関士並びに、 日本国有鉄道の職員で旅客講習の秩序維持または荷物事故防止の事務を担当する者のうちから運輸大臣が司法巡査に指定していた。この司法警察職員には捜査権や武器形態の権利はなかった。この制度は駅構内や列車内等での秩序維持のために特に設けられていたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。